やあ皆さん、クリスマスホラーゲーのお時間です。僕がね、毎日のようにチェックしているホラーゲームのサイトがあるんですけど、そのランキングの1位にまた今年もなっておりました。クリスマスホラーゲーのお時間です。まあどうやらですね、サンタが敵のゲームということで、まあなんかサンタから逃げるホラーゲーム、これ道徳的にアウトじゃね。まあやっていこうと思います。スタート。なんかね、斧があって怖いんだよな。なんだこれ、めちゃめちゃ喋ってる。なんかこれあれなのかな、グラフィック的にはこういうドット的な感じの、あーなんか持って、あ、プレゼント持ってる。え、俺サンタ側、サンタ側ってことなの。 FF、 あ、ライトね。なるほどね、ライトがあると左上のメーター、なんだあれ、コールオブデューティーみたいなメーターあるけど、でも何も表示されてないけど、これもしかしてサンタが表示されたりするのかな。あとあと、おうおうおう、なんで雪の上に座る。あえてこっちでいいだろう、せめて。誰なんだこれ、9で喋れんのか。え、なんだなんだなんだこいつは。なんでその丈選んだ。服絶対間違えてんだよな。短パン、いや寒いどういうこと、どういうこと、誘ってんのか。いや誘ってたとしても逆にどっか行っちゃうよこれ。男も寒いだろうなって思っちゃう。なんだなんだ、変な街。とりあえずどこに向かえばいいのか分かんない。あ、スタミナがあるんだ。走るとスタミナゲージが減っていきますね。ということはもうここら辺からサンタに追われることがあるのかな。もうサンタに追われるってどういう状況。普通こっちがサンタを追う側だよね。プレゼントください、プレゼントくださいって。なんて幸せなゲームなの。ホラーゲームじゃないぞこれは。とりあえず何もなかったからこっち側行ってみるか。あ、ジャンプもできるわ一応。あ、誰かいる。え、だ、どうしたあこれ GTA であったよね、こういうの。知ってますか ?GTA でね、こうやって女の人が立ってて、で、車乗って、なんか、クラクションを鳴らすと、車の中に乗ってくるみたいな。このゲーム汚れてんな。お、なんか雪だるまがあるよ。なんだ、なんかできたりすんのか。なに、びっくりした、今。あ、なんか視点がおかしくなっただけか首折れたかと思った。急に背後に回られて首折られたのかと思った。あ、待って、なんか飛ぶね。びっくりした、なんかコナンのオープニングかと思ったわ。黒ずくめの男たちに背後から鉄パイプで殴られてアポトキシンを飲ませるのかと思った。で、危ない危ない、何したらいいんだマジで。あ、なんだなんだなんだ。あ、なんかまあどっかに持っていけってことなんだろうね、きっと。左上のマップでなんか出たりすんのかな。またいるよ。うん、曲と合ってないよね。あ、サブウェイ、地下鉄。何、地下鉄、なんかでも矢印書いてあるから行った方がいいのかな。あー、ちょ、なんか視点が飛ぶの怖いんだけど。ちょっと皆さん見にくいでしょうね、すいません本当に。あれ、なんか警察車両止まってない。ちょっと何があったの。あ、そんな、し、死んでる。なんでみんな半袖なの、寒くないか。この街が一番怖いんだけど。まあとりあえずちょっと行ってみるか。多分地下鉄なんかあるんだろうな。行きまーす。はいはいはい、怪しいこんな地下鉄ねえだろなんでだよ。なんか俺、押しどか引きどか知らないけどさ、なんでこんなん、全然乗客乗ること考えてないじゃん。何もできないんかい、しかもここじゃないんかい。どこ行ったらいいんだこれ一体。で、だからこの入り口のサイズと合ってないんだよな、ほんとに。何があったんですか一体ここで。うん、リズム取んのやめて、若干乗ってんな。何何何、ここにもなんかクリスマスツリーじゃなくて。うわっ、なに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 、猫。もう猫なら仕方がない。あっ、あっ、ここっぽくない、なんかここっぽいな。ちょっと待てよ。あー、てかここだな絶対に。だってもうマークあるもんね。お前は同じやつさっき見た、デジャブ感じてる。まあ、とりあえずここに届けるか。はいはいはい、届けてあげたよ。爆弾だよ俺が一番怖いじゃねえか。なんか、ああ、ここに置くんだ。
なんでだよ。なんでお前は置いた途端パンチができるようになるんだよ。どんだけストレス溜まってんだよ。凍ってる、完全に凍ってる。これでサブウェイパターンかな、もしや。おーい姉さん、あーサンタさんありがとう。最低じゃねえか。二度とやりたくないわ俺ああいうこと。本当にゲームの中なんでね、やってるだけなんで皆さん勘違いしないでくださいね。僕たまにね本気でやってると思われることがあるんですけど、僕はゲームの中でああいうことやってるだけなんで、本来の僕はあんなことしないんでね。全然開かねえ。マップ上で探すのかな、また。あ、ここっぽいよ。この事件現場だ。黄色くなってる。なんだなんだなんだ。どうもどうも、何があったんですか。まあなんか事件があったと。こっちはいけないと。これでサブウェイパターンかもしれや。ぽくない？あれでいけないから地下鉄で帰っちゃいなよ。あ、そうだそうだ、来た来た来た。よし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 、やっと来たやっと来た。光ってる光ってる。今のところホラーゲー要素ないですからね。はい、始まりました。言ったそばからですね、ちょっと怖いですね。パンチしかできないけど俺。サンタ来たらパンチでなんか立ち向かえってこと？これ、全然美味しそうじゃない。何なんだろうね。いや設計ミス、普通に設計ミス。メリークリスマス。本当に俺クリスマスに何やってんだろう。今日25日だからね。実はあんま言いたくなかった。死んでるクリスマスに、クリスマスにサンタ？これあいつじゃん、さっきの凍ってたやつ。え？何があったの？とりあえず入ってみるか。何があったんだ一体。また死んでる、同じ服装のやつが。え？でも警察来てるね。いやいや待て待て待て、嘘だろ嘘だろ、サンタだな確実に。今通ったのは、あーまたちょっと視点が飛んだ。確実にサンタ、しかも自分で BGM 流すタイプのサンタ。うわ、いたいたいた、なんだこいつ。ちょっと待って、もう来てるサンタ。待て、逃げろ逃げろ。来てる来てんのか、来てんのか、後ろ振り返るんだ。来てるサンタ、サンタ来てる、サンタ来てる。どういうこと。どうしたらいいんだ。ちょっと待ってよ、サンタよけろ。あ、死んだ。おいおい、マジかよこれ。斧持ってたぞサンタが。サンタじゃなくてサタンなんだけど、悪魔なんだけど。もうただの、ちょっと待って、気をつけよう。え、これさ、奥へ行けばいいのか。さっきどっから来た。俺があのあれを破壊したからか。パンチで破壊できたんだよな。あ、なんだ、周回してんだ、なるほどね。ちょっと待って、一旦これ壊そう、ムカつくから。で、待てよ。あー、いるいるいる。落ち着け落ち着いてけ。もうサンタの姿確認したから、とりあえずこっちから攻めていこうか。なんか似たようなとこ来てるよ。あれ出口だ。え、こっちでいいのか。あ、いや、改札開いてんの。あれ、え、これ、え、違うとこだよね。違うとこだよな。え、同じとこ。あれ、なんだ、わからん。どこに行けばいいのかがマジでわかんない。サンタ、ちょっと怖いね。あ、もう普通にこれ地下鉄の、あ、なに、こっち歩いてくんじゃね、もしや線路。あ、スタンドバイミー来た。いや、天井引く。サンタ来んのかな。おーい。でもちょっとこれ無理歩くねえか。地下鉄の駅を歩くって結構な距離感あると思うけど。あ、でも目的地来てる。意外とさっくり行けてるぞ。あ、え、なんだこっちだ。ん、なんだここ。え、ここなんだけど。壁なんですけど、圧倒的に。あれか、奥まで行って左に行く場所があるってことなのかな。一回だから通り過ぎますよ的な、じゃなかった時です。行き止まり。あの黄色いやつサンタだったらどうしよう。ずっとサンタが表示されてたら俺はどうしたらいいんだ一体。待てよ、でもこっち方面ではあっ
ってんだけど、合ってんだけど違うんだな。またサンタのとこだよ。でもこっち側にいたら安全だから、はい戻ってまいりました。サンタ向こうにいるから大丈夫大丈夫。サンタ、あ、いないね。サンタ、これ絶対こっち行っても、あ、なんかある。こっち行っても行き止まりでしょって言おうとしたけど、なんかぽいとこ来たよ。こっちじゃないか。怖ー、こういうホラーゲームの角ってマジで怖いよね。ここでも、あ、警察官が。嘘だろ、何があったのここで。やられたのかサンタに。無理だねパンチじゃ絶対に。サンタの斧だ、奪うんだサンタからきっと。そういうパターンでしょ絶対に。普通に行けたわ回り道で普通に行けるってなんだよ。お、バール、はいはいはいこれでサンタ殴る説あるな。サンタどこにいんだ。お、来てる来てる、サンタ来てる。あー来てる来てる、待てよ待てよ、一騎打ちやるか一騎打ちやるか。うらっ、うらっ、もうダメ、子供見ちゃダメよ絶対。子供絶対見ないでね。今死んだ気がしたけどダメ、子供冷静に。あのサンタこんなんじゃないから、うん、こんなんじゃないからね。サンタうちに来たサンタこんなんじゃなかったから。めちゃめちゃお父さん、サンタってさ、ホッホッホーって言っとけばいいと思ってるよね。よくないよね。あ、やばい来てる。これ銃弾か、なんか銃弾みたいな拾うんだよな。銃撃戦でもすんのか、無理だな、壊せないね。これどうしたらいいんだろう。待てよ、めんどくさいこれサンタ。こっちはなんもないわ。やべ、めんどくせえ。うわ、どうしたらいいんだこれ持って。なんかすんだろうけど、待てよ、銃弾拾ったから。でもね、一箇所行ってない場所はあるっちゃあるんだよね。そこかもしや。ずっと追われてんのやだな。スタミナ管理、こっちこっちこっち、こっち行ってないによ。どうだ、トイレだ。うーわ、サンタと、こんなサンタと二人でトイレって、もう地獄。これさ、もしかしたらさ、地下鉄の外に出る説あるっぽいよね。ゲットアウトオブザサブウェイだから、外へ出ていけってことなのかな。あ、いた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 。あのなんかマップの黄色い点も実はもう地下鉄の外説ある。これをアイテムだけ取れたらいい的なバール、そのパターンはあるな。でもちょっと次ダメージかけないんだな。ちょっと待てよ、スタミナ管理しっかりして追いつかれないようにか。待てよ待てよ、結構これやばいよ。外出れるかな。ずっと追われた状態でこのまま行く、このまま警察に出頭すればいいんじゃね。出れるか外、出れないんだけど。あ、見逃してくれた。でもでも出れねえ、なんだ。え、なんで出れないんだろう。こっちの出口ってこと、もしかしてもう一個の出口に来たんですけど、ここだったりすんのか。あ、あ、あ、待って、あ、出れる、やった、開いた。そういうことか、ここかい、やった出れた。なるほどね、最初に来たもう一個の出口、はい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 、帰ってきたぞ。ん、これが別の場所ってこと、なんだ。いや、え、これさっきの、あー、でも若干出口が変わっただけだよね。うんうんうん、え、いや別の場所か、いやもうわかんねえや。あ、でも、あ、そういうことか、あの封鎖されてた道のこっち側に来れたよってことかな。で、何をしたらいいんだ。黄色の点を探せばいいんだよな。どこだ、こんな物騒なもん持って。俺が捕まるぞ普通に。雪だるま、何の音、なんか今ガチャって言わなかった。これサンタ追ってきたりすんのかな。もう早く捕まればいいと思うこんなとこにタクシー止める、怪しい。あ、なんだここか、なんだこれじゃ無理みたいな感じだな多分。このバールじゃ無理だよみたいな。いけるだろう、なんかバール以外のものを探すと。
どこにあんだ一体。何を探すんだ、チェーンソーとかか。わお、絶対これだ。ありがとう、ありがとう。ワンチャンこれサンタにも勝てんじゃねえか。いやでも勝てるとは言ったけど戦いたいとは言ってない。帰ってくれ今すぐ。まあ、とりあえずあそこ行けばいい。待て、スタミナちゃんと確認しつつ、待てよ、もうちょっとどこだっけ。ここだここだ、やれやれ。あーやった、いけた、本当にいけた。痛い、ちょっと待て。いやーマジか、ここで死ぬ。どっからこれ。よかった。でも制作者さ、相当こいつに恨みあるよね。何回死んでんだこいつ、この緑の服と。で前から来るから、あれ来ない、あ来たね。やっぱこれ結構決まってくるっぽいね。そういうとこはランダムじゃなくて結構固定されてるっぽいから、一回読んでしまえば大丈夫。見つからなかったらね、めちゃめちゃ平和なゲームだからこのゲーム。終わろう。OK。で、どこに向かえばいいんだ？あ、自分の家を探せってことかな？ちょっと待てよ。あ、上だな、絶対。俺にはわかる。こんなのがあったら絶対に上に上がっとけ、とりあえず。俺はね、ホラーゲー実況者としてのね、言葉です。あ、また電車。マジかよ。でも行き止まりっぽいね。うわ、なんかスパイダーマンっぽくていい。ニューヨークって感じだね。スパイダーマンこういうところで電車止めてたもんな。アメージングの方だけど、まあ、マーベルスパイダーマンの方が好きなんだけどね。まあいいや。なんかあるけど関係なさそう。合ってんのかなこっちで。いや行き止まりマジか。見えない壁の行き止まりパターンだ。ここ、あここだ。車突っ込んでるけど、めちゃめちゃ簡単にあったわ。なんだ、とりあえずサンタがいるよ、気をつけろみたいな感じなのかな。トレイン、やっぱ上なんじゃね。やっぱ結局上なんじゃね。トレインって書いてあったし、なんか絶対あるでしょ。ちょ待てよ、サンタがまだあんまり来てないことが奇跡。え違うのかな、こっちじゃないのかな。また地下鉄とかって話？あ、あーなんか来たよ。なに、めちゃめちゃ歩きましたよってことかな今の暗転は。ぽいね。どんだけ歩いたんだよ主人公。あ、駅に着いた。メリークリスマス。絶対サンタ来るじゃんこれまた。もうやだよ、こっちには斧しかねえよ。俺が一番物騒だよ。何あれ、あびっくりした、人死んでんのか。え、バールと、あなんだこれ、バールと切り替え、いや斧のがいいでしょう。でもこれ銃弾あると、ああ、嘘でしょ、ついに12発。何これ、撃てんの、サンタ撃てんのか、もしや。おい本当にサンタとの銃撃始まるぞこれ。本当に道徳的に大丈夫。とりあえずまたこっちっぽいね。うわーマジか、キルサンタ。見たくないよそんな。ちょっと待って、なんでサンタの体力メーターあんだよ。もうキルサンタなんて一番見たくなかった、人生において言葉なのに。そんな単語使っちゃいかん絶対に。しかも俺昨日の動画めちゃくちゃ浮かれてたのに、クリスマスでサンタだって言って、それなのに今日これって落差がすげえだろ。本当に二重人格だと思われるわ。痛い、やばい、結構サンタ強いんだけど。ちょっと待てよ、こんだけ撃っても、弾一発しかねえし。え、マジか、これ斧使わなきゃやばいな。強っ。あ、弾またあった、よし、弾24発になった。これで勝てるかな、これで勝てそうだね、弾24発なら。よし、じゃあちょっと撃ってみるか。とりあえず撃てばいいんだよな。まず撃ってヘッドショットして、ずっと後ろ向きに撃って、あと13発か、外したらまずい。めっちゃ外してるけど、あとちょっとよ、これパーツ撃ったらいけそうじゃない。いけるよ、いけるよ、来たサンタ。
え、You killed Santa。 いや、やめて。いや、殺せって言われたから。メリークリスマス、どこかじゃ。こんなんで何がメリークリスマスじゃ。終わった？終わったのか。終わったっぽくない？めちゃめちゃ終わったっぽくない？終わった。そしてこれなんだ。これ一番最初のタイトル画面ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。いやー、こんなクリスマスいかがですか？絶対やだ。